斎藤吉、1841年、天保12年月日不詳から1890年5月27日は、幕末から明治期にかけての伊豆国下田の芸妓、酌婦、髪結い、小料理屋店主。俗に、東人、お吉の名で知られる。1841年、天保12年、伊豆国鴨郡下田の坂下町、現在の静岡県下田市で、出生、月日不詳。父、一兵衛、母、喜和、姉、元、弟、宗五郎の家族がいたことが判明している。船大工の父が没し生活が困窮したことから1847年、弘化4年新田町の老婆船の養女になる。1855年、安政元年芸妓になったが、本格の芸妓ではなく、船頭相手の酌婦まがいの芸妓で、副業として、客の衣類の洗濯も請け負っていた。翌年養母戦没により、実家に帰る。玉泉寺に駐留していた。アメリカ合衆国中日領事、タウンゼント・ハリスは、長期間の船旅や遅々として進まない、日本側との条約締結交渉のストレスも、相まって体重が40ポンド、約18kgも落ちてし、吐血するほどに体調を崩していた。満52歳と当時としては、高齢でもあり、ハリスの秘書兼通訳であるヘンリー・ヒュースケンが、下田奉行所に看護人の派遣を要求した。日本側は男性の看護人を派遣することにしたが、ヒュースケンが自分とハリスにそれぞれ女性の看護人を派遣することを強硬に要求したことから、下田奉行所は、ハリス側はいわゆる、妾を要求ているものと判断し、方々に交渉した結果、ハリスに吉を、ヒュースケンに服を派遣することになった。吉は1857年、安政4年5月22日ハリスが滞在する玉泉寺に籠手で出向くが3日後の5月25日に帰された。懲戒書日記には吉の体に腫れ物があるので帰されたとする記述があり、やがて正式に解雇された。実家に帰った吉は芸妓兼酌婦に戻って家計を支え、明治に入って斎藤姓を名乗り、戸籍上の姓名は斎藤吉となった。1868年、明治元年に横浜で幼馴染の船大工、鶴松、後に改名して河井又五郎と再会し、1871年、明治4年に下田の大工町に転居して所帯を構えるが、当人の酒癖の悪さが原因で1874年、明治7年に離別して姉のところへ戻った。1876年、明治9年に三島の料理屋、金屋の芸妓になり、1878年、明治11年に下田で髪結いになった。1882年、明治15年に下田の大工町に貸し座敷、安直楼を開業するが、経営能力の欠如と酒癖の悪さから早々に店を潰してしまう。借家住まいになり、三味線や踊りを教えて、生計を立てた。1887年、明治20年1月、長年の不養生の結果発病し、半身不随の後遺症が残った。養母、先から相続した新田町の家も売却し、吉名温泉に投留して湯治する。健康を損ない財産も失い生活を支えることもできず、以降は近隣の知人にすがって細々と暮らした。1890年、明治23年5月27日、伊能沢川に転落して水死した。享年48。遺体は、下田の宝福寺に埋葬され、当初の戒名は、定款真如だったが1925年、大正14年に、宝会院明満大師と改めた。転落した場所は不詳だが、遺体発見の前に杖をついてもんぐりが淵付近を、歩く姿が目撃されていたことから、後に観光資源化を目論んでもんぐりが、淵は、お吉が、淵と改名された。斎藤吉の存在は、1928年、昭和3年に、十一夜吉三郎が発表した小説、東人お吉で広く知られることとなる。元来、特に身分が高いわけでもない一民間人に、過ぎなかった斎藤吉の経歴については、出生地を含め諸説あり、資料が少ない上に、後年の小説、戯曲、映画等で表現されたことさらに発行で、悲劇なフィクションの世界の、唐人於吉像が、忠臣蔵や八百屋を七の例に見られるようにさながら、史実のごとく、語られてしまっている、可能性が高く、伝わる経歴の正誤を一概に断定することは、困難である。なお、当人の名前が、フィクションの影響で、於吉と表記されることが多いが、江戸期の下田奉行所の記録や、町会所日記、明治期の戸籍上の当人の名前表記は、ひらがなで、吉である。名目上は、看護人であっても、見たこともない外国人のもとへ、妾同然の扱いで派遣されるとあって、高額の給金が支給された。吉の場合、支度金が25両。月給は10両だったが3日で解雇されたので、9分のうちとして、まず7両が支払われた。家族が再雇用を願い出るも叶わず、さらに5両が支払われ、30両が解雇手当のような形で支給された。総支給額は、計67両である。給付券の下に派遣された、服は、支度金が20両、月給7両2分であった。ハリスの元へは、吉の後釜として、下田在住、為吉の娘、小夜が派遣され、支度金が20両、月給7両2分である。アメリカ側を籠絡して、条約締結交渉を引き延ばしたかった、日本側の思惑はさておき、ハリスは生涯再退しなかった敬虔な性、公開教徒であった上に、生命が危ぶまれるほどの著しい体調不良に悩まれてもいた。そうした、状況下で母国を代表し、日米和親条約の締結で部分的に開国していたとはいえ、未だ鎖国政策を敷いていた日本との通商条約締結交渉の全権を委任されるという重責を担う場の人間が交渉相手国から妾を提供されるような外交交渉に悪影響を与えかねない供応を受けるとは常識的には考えにくい。自らはハリスの秘書兼通訳の立場に過ぎず、あからさまに女性の看護人を要求したヒュースケンはともかく、こうした状況からハリスは、妾ではなく純然たる看護人を要求したと判断することも起きるが、ハリスと吉との男女関係の有無を証明する証拠が存在しない限り様々な説は想像の域を出ず、詳細は不詳である。19歳当時の吉、斎藤吉を撮影したものと称されている写真が存在する。下岡連城の弟子である水野半兵衛が下田市の八幡山宝福寺に寄贈したとの来歴が伝わっており、出版物や観光用のパンフレット等に多数用いられている。吉が数え年19歳であったのは1860年、安政7年万延元年である。このように時代と条件が合致せず、伝わる来歴通り、水野半兵衛による寄贈かどうかは、ともかく、少なくとも、下岡連城、水野半兵衛の師弟が19歳当時の吉を撮影した事実はない。オフィサー、エスドーター、士官の娘と19歳の吉を撮影したものと称されている写真が、基本的には同一の写真であることは一見して明らかである。つまり、オフィサー、エスドーター、士官の娘から当該写真を作成することは可能だが、当該写真からオフィサー、エスドーター、士官の娘を作成することは不可能である。上記の理由で19歳の吉を撮影したものと称されている写真は、明治期に撮影、販売されたファルサーリ商会の人気商品、オフィサー、エスドーター、士官の娘あるいは他のいずれかの写真から、販売された同種の写真から、女性モデルの玉かんざし、櫛、髪飾りと後頭部の巻き髪を削除する改変を施して複写したものと断定できる。後頭部の巻き髪まで削除した理由は不明だが、これでは日本髪が一見真ん中分けの洋髪に見えてしまう。写真を改変した施工者が不明である以上は、このような加工を施した意図は不明だが、伝わる来歴通り、水野半兵衛による寄贈であっても、現物はオリジナルに粗雑な改変を施されたものに過ぎない。写真の女性モデルが吉であると断定は愚か、推定できる具体的かつ客観的な根拠が何一つ存在せず、むしろ上記のように否定的な状況証拠が複数存在している。さらに、明治期の横浜発の土産物写真、オフィサー、Sドーター、主幹の娘あるいは他のいずれかの写真店から販売された同種の写真と、来歴があるはずの当該写真が、いわゆる当人、お吉の写真として、関係各方面で混用されている状態では、提示された情報の信憑性は著しく低いと言わざるを得ない。したがって、当該写真の女性モデルが19歳かあるいはそれに近い年齢であった当時の吉である可能性は極めて低い。なお、当人を吉とされる別人の30歳頃の写真が存在する。明治以降、欧米人との交流は珍しくなくなっており、十一夜吉三郎の小説、当人を吉を機に、吉の悲劇を描いた作品が相次ぎ発表され、同情的な世論も広がっていった。現代の下田市には、報福寺に、当人お吉記念館が設けられているほか、吉を偲ぶ、お吉祭りが、明日、3月27日に開かれている。十一夜吉三郎作、当人を吉をはじめ、同一、類似タイトルの小説や映画、戯曲などが多数存在する。国立国会図書館蔵書。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。